マニラメトロレールトランジットシステム3号線、またはメトロスターエクスプレスはフィリピンのマニラ首都圏で運営されているラピッドトランジット。同時にライトレールとしての側面も持つ。メトロレールトランジットコーポレーションによって建設され、フィリピン運輸省によって運営されている。エルサ通りに沿って南北に走るシンイエローラインと呼ばれる MRT-3000 の一本が 営業路線である。また、グリーンラインと呼ばれる LRT-1000 とブルーラインと呼ばれる MRT-2000 の2本は、マニラライトレールとして、ライトレールトランジットオーソリティによって運営されている。主として、高架鉄道となっている。本記事では MRT-3000 についても触れる。ノースアベニュー駅に停車するメトロレール島式ホームを持つタフトアベニュー駅。 MRT-3000 タフトアベニュー駅と LRT-1000 エドゥサ駅を接続する歩道橋。以前はブルーラインとも呼ばれていたが2012年のラインカラー変更後は新イエローラインと呼ばれている。MRT-3000 は1970年代に計画された後 LRT-1000 に次いで1999年に営業を開始した。 南端のタフトアベニュー駅から北端のノースアベニュー駅までの全長 16.8km13 の駅を持つ。1日60万人の乗降客数があり、慢性的に容量をオーバーしており、マニラライトレールの2路線と比較しても最も混雑する路線である。エグサ通りの慢性的な渋滞の解消を目指したのにもかかわらず、その効果は限定的である。 タフトアベニュー駅にて、LRT-1000 エドゥサ駅と、アラネタセンタークバオ駅にて、MRT-2000 クバオ駅と、マガラネス駅にて、フィリピン国鉄線、エドゥサ駅と乗り換えが可能である。営業時間は平日は午前5時30分から午後11時まで、土日宿は午前5時30分から午後10時まで。ほぼ毎日営業しているが、4月の青週間は整備の、 ため運休となるほか、運休する日を新聞や駅にて案内している。1989年、LRT-1000 の営業開始から5年後に、MRT-3000 建設計画が正式に開始した。香港を拠点にするエドザ・ LRT コーポレーションが落札したが、政府による不正な契約の操作のため工事は遅延した。1995年、 メトロレールトランジットコーポレーションが計画を引き継ぎ、フィリピン運輸省との間で、ボット方式での契約を締結した。建設工事は、三菱重工業、住友商事、及び現地企業の AE コーポレーションが受注し、1996年10月15日に着工した。また、三菱重工業、住友商事は、保守業務も受注した。 1999年12月15日に、ノースアベニュー駅、ブエンディア駅間が先行を開業した。1日30万人から40万人の乗降客数が予測されたが、駅舎の階段が急勾配だったり、既存の公共交通機関との接続が悪いことを理由として、最初の月は乗降客数は1日4万人程度となり、予測を大きく下回った。また、 最大34ペソという高額運賃も不評であった。MRTG は対策として駅にエスカレーターやエレベーターを設置し、運賃の値下げを行った。2000年7月20日に、ブエンディア駅、タフトアベニュー駅間が延伸開業した。2004年には1日40万人の乗降客数を達成し、マニラライトレールを含む3路線の中で、 最も乗降客数の多い路線となった。2012年10月、日本企業との保守業務契約を終了し、フィリピン企業に変更された。契約は1ヶ月ごとの短期契約となり、保守のレールを3本しか保有しないなど極端な管理状態となった。2016年1月より、富山交通公社など古社による韓国系の企業連合プサンユニバーサルレールが保守を引き継いだ。 ものの、2016年の1年間だけで586回の故障が起きるなど、設備の劣化が著しく、ほとんどの区間で運転速度を時速 20km に制限する助行運転を強いられた。当然、ラッシュ時の乗客をさばき切れる状態ではなく、運営側では代替バスを運行している。2017年11月6日、フィリピンの運輸通信省は、 業務の不備や契約不履行などを理由としてブリとの契約打ち切りを発表。さらに年明けにはブリの参加企業をフィリピンの公共事業から締め出すことを発表した。2019年1月7日には再び住友商事、三菱重工業がメンテナンス業務を受注した。これには老朽化により稼働率が低下した車両、設備の大規模改修も含まれており、 2019年1月に着工、2022年7月の観光を予定している。契約金額355億円は国際協力機構の円借管が開けられる。LRT-1000 及び MRT-2000 と同じく距離性を採用しており、10ペソから15ペソである。これは2000年7月15日に、 エストラーダ大統領によって定められた運賃であり、ジープ2よりも少しだけ高くなるように設定されている。当初は2001年1月までの期間限定措置であったが、運賃の値上げに対する根強い反発のため、現在まで続いている。このため、政府は MRTC に対し1人当たり約45ペソの補助金を支払っている。 身長が1 0 2トル未満の子供は無料で乗車できる。2015年7月20日より非接触式 IC カード EN ビープが導入されている。購入当日の未使用可能。20ペソでカード自体を購入し、最低10ペソから最高1万ペソまでチャージ可能。LRT-1000 および MRT-2000 と MRT-3000 で共通で利用できるほか、マニラ首都圏の一部のバス路線、高速道路の料金所のほか、ファミリーマート、乗降客数の増大に応えるため、フィリピン運輸省は1日あたり52万人の乗降客数に対応できるよう車両の追加を検討している。2014年1月31日に、フィリピン運輸省は非接触式、 IC カードの導入を発表している。l r t 1線及び m r t 2線と共通で利用できる予定。また、エデサ通りに沿って m r t 3線のノースアベニュー駅モニュメント駅間の延伸も計画されていたが、同区間は l r t 1線が延伸する形で完成している。その他、m r t 3線の運営権を MRTC からロール谷城し、経営統合する計画がある。ありがとうございます。